テレビマンである私は6年間偉大なるロックスターを撮り続けた。最終的に自分が行きたいところにたどり着けるかどうかなんで、ワクワクしちゃう。ある程度体調キープするために体を鍛えるとかができなくなる時期が来ると思うんですね、きっと。その時はフェードアウトではなくてスパッとやめたいなっていうのはいつも言ってるんですけど。このリベンジをどっかで必ず、もう一回。俺がこの生まれてきた意味っていうのは、あいつらと同じ時間を共有することだと思うね。今その真実が明らかになる。氷室京介、ポストスクリプト。